Thank you.
7回の裏、明治大学の攻撃は5番ファースト加藤君。明治大学の選手の交代をお知らせいたします。栗林君に対して栗林君がライトに入ります。5番ライト岡地君、慶応義塾高校背番号39。
により、この試合は0対0で9回引き分け